ちは、長野インターネット放送局と申します。はい、こんにちは。ただいま、長野県は上山田温泉に、来ております。そこにありますラーメン屋さん、亀屋さんに来ております。そこの店主の 小平さんに来ていただいておりますが、すいません、自己紹介お願いいたします。はい、信州小麦ラーメン亀屋、小平浩一と申します。よろしくお願いします。小平さん、小平さんはこのラーメン屋さんを始めてもう結構な年数になるとお聞きしたんですけども、どのくらいやってらっしゃるんですか？1960年振り返ってみると、はい、もう50年近くになりますかね。おお、素晴らしい。あの親の代から、はい、あの引き継いでます。あ、そういうことなんですね。 なんで自分たちの代になって何年かっていうと、まあ少なくとも自分が結婚したその時から夫婦でずっとやってますんで、27歳の時から、うん、今73歳です。味のこだわりっていうのがあったんじゃないかなと思うんですけども、何かその辺どうでしょうか？あのうちの名前は亀屋ですが、はい、あの店名から言うとサブテーマが最初は亀食、亀屋食堂でした、はい、その次、食事と喫茶亀屋、はいはい、その次、ラーメン専科亀屋、はい、この時からラーメン専門店にしました。どのくらい前になるんですか？それが結婚してわずかの時です、はい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 、それからあのメンズテーブル亀屋、まあ、麺料理でテーブルを飾りたいラーメン屋っていう意味で変えました、はいはいはい、その後やったのが今の店名、信州小麦ラーメン亀屋、長野県産小麦 100% の自家製麺のラーメン屋、ここら辺が自分の、まあ、終始一貫して亀屋は継続して、内容をどんどん新しいものにっていうか、ラーメン専門店として通用するように切り替えてきました。うん、それが現状です。なるほど。小麦粉にも何かこだわりがあるっていうことなんでしょうかね？そうですね、あの自家製麺、要するに製麺業者さんが買った麺でなくて自分で麺を作れば美味しいのができるんじゃねえかっていうのは単純な動機でしたけども、はい、考えてみると、長野県産小麦 100% に乾水、うん、塩以外の添加物は一切入れないで、うん、入ってないんですね、はい、麺を作る、うん、それからラーメン一杯を作るにも花鳥等は使わないでやってみたいと、それをずっと継続してます。使わない、本来のラーメンでは使うことが常識なものを使わないでやるってことはすごい努力だと思うんですけども、どのような努力だったんでしょうか？職人でないのに職人意識が強くて、はい、いわゆる食材によって化学調味料を使わなくても美味しいものはできるだろうと、はい、そういうことであのやってるんですけどね。うちの場合は県産小麦 100% でやろうとしてるんだけど、はい、小麦粉にはラーメンに向いてる小麦粉とか、はい、うどんに向いてるとか、いろんなほら小麦粉によっていろんな種類があるんですよ。ありますよね、それは。それでラーメン用小麦っていうのは強力粉または準強力粉って言って、うん、あのなかなか国産とか県産小麦にはそれに向いた小麦が少ないんですよ。ないとは言わないけど、はいはいはい、それで今日本のラーメンの約8割以上は外麦を使った、うん、あのラーメンなんですよ。へ、外国の小麦の方が、はい、そのいわゆる硬質小麦強力粉っていうのはずっと優れてて、はい、そっちの方が定番で定着していて、はいはいはい、自分みたいに信州小麦ラーメンって長野県の小麦でやろうとすると、はい、いまいちそのいわゆる硬いとか、はい、腰があるとか、はい、伸びないとかっていう麺が作りづらい。なるほど。だけどそれを、まあ、研究して、はい、そういうものに似合うものを作りたいと思ってやってんだけど、はいはいはい、例のネットでは、はい、麺がちょっと柔らかいとか伸びてるとか書かれた苦い経験もあるわね。ありますか？うん、それは未熟なるが上なんだけど、うん、まあ強いて言い訳をすれば小麦粉の特性で外国産の強力粉を使ってればそんなことは言われねえんだよね、うん、
そんな中で千曲市で夢世紀っていう小麦粉があってね、はい、その小麦粉は自分気に入って、はい、その夢世紀を主体にした麺を作って、うん、柔らかいって言われないでうまく通用してるのはその麺を一度茹でて水で、うん、日本そばみたいに水にさらして洗って、はいはいはい、そうするとキュッと締まるじゃないですか、はいはいはい、それをつけ麺で出してる。あ、なるほど。それがすごく評判いいんだけどね。へ、まあ、冷やし中華に使う麺もそれなんですよ。あ、それなんですか、うん、麺方でお願いとか、はいはい、いいお客さんあるんですよ。あるんですか、うん、逆に柔らかいって言われてみたりね、はい、でも自分の持論から言うと、はい、麺が硬いのとコシがあるっていうのは別問題なんだ。大抵のお客さんは麺が硬いイコールコシがあるって思ってるわけ、はい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 、だけどね、コシとか伸びとかね、そういうのはね、うん、柔らかくたってこうなるやつあるじゃないですか。あれはちゃんとつながって、はい、小麦粉の網目構造って肉汁にもなってるから切れないんだけど、はい、日本そばなんて特に切れやすいでしょ。うん、これはやっぱりこの小麦粉の中の成分グルテンとかそういうのが少なかったり多かったりでそうなるわけで、単純にね硬いのイコールコシがあるっていうのとは違う。あ、よくラーメンで勘違いして、そうそうそう、ね、一番されるんだけど ね、 されますよね。だから簡単に言えばね、硬いって硬くてコシがあるって思われるようなラーメン作りたかったら、うん、乾麺茹でればいいんだよ。あ、なるほど。そしたらイコール硬くなる。分かんないですよね。うん、で自分の場合には逆に乾麺っていうのは粉を練る時に入れる水をうんと少なくして、はい、乾いた状態で、はい、もっと言えばできたやつを干すぐらいにして、はいはいはい、乾かしてあれするでしょ、はい、だけどうちは高水麺っていって、はい、人間が手で打つそれと同じ状況の水を入れてやるんでね、もともとが柔らかいんですよ。うん、柔らかくなきゃこうやってやった時に伸びていかないでしょ、うん、まあ確かにね、うん、パサパサしちゃうもんね、うん、それ乾麺っていうか低下水麺っていうやつは、はい、機械で強制的に伸ばすから伸びるんだけど、はいはいはい、人間の力では伸びない。うん、それが高水面と低下水面の大きな違いなんだけどね。うちは自家製麺イコール高水面でやってるから、なんか高水面っていうことは、うん、多い、はい、加える水の麺、はい、水が多いだけ、うん、そうそうそう、あーラーメンイコール乾水って言って、はい、小麦粉にアルカリ性の水、それが乾水なんだけど、乾水を入れるって言いますよね。 そうそうそう、その乾水を入れる量が多い加水っていう意味で、はい、高水麺、はいはい、それで高水麺っていうとあんまり響きよくないんだけど、小麦粉に水をどんどん入れてってお蕎麦を作るみたいにこう、うん、だんだん小麦と水をなじましてやっていく時にグルテンが出て、うん、それで粉がだんだん丸くなって、うん、ダマになってこういう玉ができるじゃないですか、うん、それを今度は綿棒で伸ばすわけ、はいはい、そこに入れる水の量がうんと少なければ、はい、バラバラのほら砂状からまあなんて言うんだろう、つながってこない。それを機械の圧力で強制的にやるのがどちらかというと低下水面、はい、低下水面、うん、で人間がやるにはそんな少ない水では、はい、なんと押しても引いてもどうにもならないっていう感じだから、柔らかく、うん、簡単に言うと小麦粉の量の半分ぐらいの水を入れないとうまく伸びたりしないんだよね。半分も入れるんですね、うん、それはまあ超高水面の部類だけど、はい、40% から 45% ぐらいは入れるんですよ、はい、そういう製法なんで、それでできた麺が柔らかいって言われるんだけど実はそうじゃない。あ、そういうやり方をすることによってコシを出したりつながりを良くしたり舌触りツルツルとか、はい、もちもちっていうのを出すためにやってんだけどね。あ、まあ今ラーメンのこだわりについてお聞きしたんですけども、まあ、そして長年研究し始めて研究していて、かといってそのなんか修行に出たことがあるってわけでもないっていうお話だったんですけども、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、自分は
ラーメン屋さん、中華料理屋さん、経験はゼロです、はい、あのただ好きこそものの上手なれとな、なろうと思って、はい、食べ歩いたり、はいはい、本を見たりいろんな人の話を聞いたり、そういうことの積み重ねだけで今もやってます。なるほど、まあ、今後もどんなふうにお店を進めていこうと思ってるんでしょうか。最初に自己紹介で言いましたけども、かなりの高齢です。いつまでできるか、あの地域とともになんかずっと愛される店で終われればいいなと思っています。昔はあの夜もやっていたんだけど、今は昼間だけの営業になってるんですか。はい、あの細く長く何年か前から昼だけの営業に切り替えました。それはコロナに関係なく、もう前からその細く長く、まさにラーメンのように。そうですね、コロナを考えるとタイムリーでしたけども、はい、やっぱりあの楽しみながらできればいい仕事を継続したいと、そういうことです。まあ、研究心があるからこそこの年までやってこられたラーメン屋さんだと思うんですけども、その辺はどうでしょうか。まだまだ頑張ります。ぜひ、今後どんなラーメン屋さんにしたいと思ってるんでしょうか。まあ、やっぱりあの何て言うんだろう、美味しかったよっていうお客さんの笑顔が見られればそれが一番でしょうね。なるほど、ぜひ夢に向かって、希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は美味しいラーメンありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。